皆様お疲れ様です。小田急タイムです。こちらは2023年1月の映像、サンアイドリームセンターです。1963年竣工、通称サンアイビル。2027年に新しいビルが竣工予定だそうです。1954年頃、銀座でバスを待つ外国人の子供、同じく1954年頃、4丁目交差点あたりです。こちらは1954年頃のカラー写真。1954年頃の並木通り、タバコ屋です。1954年頃、日曜日の並木通り、1940年頃、日劇前、正式名称は日本劇場、ここに日本劇場とあります。同じく1940年頃、日劇の目の前の飲食店のようです。現在は銀座5、1957年オープン。それ以前はすきや橋ショッピングセンターという名称だったそうです。富士屋があります。富士屋すきや橋店がオープンしたのは1953年です。
1946年頃のすき家橋。戦後銀座にも闇市が出現。1950年頃、すき家橋前でアルバイトをする学生。1953年、通りすがりの米兵が日本人を川に投げ捨て死亡するという事件が発生しました。1958年、外堀が埋められ高速が建設されるのに伴い橋は取り壊されました。そしてこちらは1978年の日劇。写真から3年後の1981年、日劇は閉館となりました。Thank you.